赤羽骨子のボディガード、撮影現場に潜入。ラウールのアクションにプロデューサーも満足、かっこよく決まる予感はしていた。週刊少年マガジンで連載中の丹月正光による人気漫画を、変内へ、公開中、を手掛けた石川純一監督が実写映画化する注目作、赤羽骨子のボディガード、8月2日公開。スノーマンのラウールが金髪&白い制服姿で、ハニーレモンソーダ、21、以来3年ぶりとなる単独主演を務め、出口夏樹が劇場映画初のヒロイン役に挑む、学園アクションエンターテインメント、だ。ムービーウォーカープレス編集部は、2024年3月に、撮影現場である千葉県君津市にある巨大な廃墟のような外観のアクアスタジオに潜入。主演のラウールと加藤達也プロデューサーのインタビューとともに、撮影の模様をお届けする。豪華な顔ぶれが集結した、3年4組の生徒たち。草創寺、草創寺、高校3年4組の生徒、赤羽骨子、出口夏樹はとある事情で100億円の懸賞金をかけられ、命を狙われていた。そこで彼女の父からボディガードに任命されたのが、クラスメートで幼馴染の伊吹荒国、ラウール。彼女に気づかれることなく、命を守ろうと奮闘する荒国だが、ある日骨子以外の3年4組の生徒全員が彼女のボディガード、であるという予想だにしなかった事実を知ることに。ラウールやヒロインを演じる出口だけでなく、彼らの周りを固める3年4組の面々にも豪華な顔ぶれが集結。奥平大賢、高橋ひかる、倉優希といった勢いのある若手をはじめ、声優の木村昴、お笑い芸人の柴大輔、モグライダー、やかなで、3時のヒロイン、アーティストのあのや歌う、水曜日のカンパネラ、さらにはお笑い芸人の土佐兄弟からゆきが参戦するという、なんともバラエティに富んだキャスティングだ。